2日目のラウンドを3オーバーの75で回り、トータル1オーバーで予選落ちが決まると、渋野日向子は練習場に直行した、ショットもボロボロだったし、グリーン上も全然ダメだった。いいとこなしでしたね。今季から再タッグを組む青木翔コーチと共に、黙々と球を打ち続けた。この日のフェアウェイキープ率は14ホール中9回だったが、パーオンできたのは11ホール。左右に大きく散り、チャンスメイクに苦しんだ。父の勧めで先週の日曜日から握り方を、左手人差し指と右手小指を絡めるインターロッキングから野球バットを握るように持ち、指を絡めないベースボールグリップ、テンフィンガーに変更。初めて打ってからまだ1週間も経ってはいないが、それを言い訳にすることはできない。途中離脱となったこの2日間を振り返って、手応えについてはなかったかな、と切り捨てる。それでも、触れるので、それだけ練習もできるところもある。直すところはたくさんあるけど、伸びしろと思ってやりたい。左手を痛めていたことで、これまでは練習不足も口にしていたが、握り方の変更で負担と不安が軽減されたことにより、得打ちを行うことができるようになった。やっていこうかなというかやらざるを得ないので、しっかり練習してものにしないといけないと、新たな試みは長期的スパンで取り組んでいくつもり。青木コーチも、いろいろな球が出てくるのは相談しながら、と話し、居残りのレンジではスイング動画を撮影して話し込むなど、どういう解決法かは、二人で探っている段階、だという。初日に70、2日目に75という評価については、昨日は結果良かったけど、今日は良くなかったというのはプラマイゼロ。どんな状態であれ、結果を出さないといけないからね、と切り捨てるのはコーチも同じだった。それでも、練習できるようになったという意味では一歩進めたかな、と明るい言葉も出てくる。居残り練習はおよそ1時間半、球数にして参加後に及んだ。本当に久しぶり、すごい練習長いんだよ、青木コーチ。オレンジ色に染まった空は暗くなり始め、午後7時前にコースを後にした渋野日向子。試行錯誤を繰り返しながらも新スイング完成については、近道になったと思う、渋野日向子、と前向きな言葉もあった。まずは間もなく迎えるメジャーシーズンに向けて練習を重ね、臨戦態勢を整えていく。だっせなと思う。悔しいしかない、渋野日向子がホステス大会で予選落ち。不安要素はあるけれどやるしかない。悔しいしかないですね。渋野日向子の目は赤く滲んでいた。初日を2アンダーで回り、予選通過をかけた2日目。3番パー3で長いパットを沈めてバーディーとしたが、6番と9番で痛恨のダブルボギーを叩き失速。後半は2バーディー、2ボギーの1オーバーで迎えた17番パー5。カットラインは1アンダーと予想されていたため、ここで伸ばさなければ厳しい状況。6メートルのバーディーパットは決まらず悔しさをにじませ、18番パー4もパーでホールアウト。通算1オーバーの80くらいタイで予選落ちとなった。ショットもボロボロ、グリーン上も全然ダメだった。ホステスプロとして挑んだ今大会、何もいいところがなくだっせな、と思う。ギャラリーの方もたくさん来てくれたのに申し訳ないと思います。悔しさにじむのは、それだけ今大会にかける思いがあったからだ。これで国内ツアーは、ブリヂストンレディスに続いて2戦連続予選落ち。それでも今週からテンフィンガーグリップに変え、スイングに手応えは感じていた。ショットに関しては続けてやらざるを得ない。しっかりとものにしないといけない、とこれからも試行錯誤を続けていくと宣言。次戦は KPGM 全米女子プロゴルフ選手権、6月22から25日に出場。その翌週が全米女子オープン、7月6から9日、と大事な試合が続く。メジャーも迫っているので、不安要素はあるけれどやるしかない。渋野日向子を見るために駆けつけたというファンも多い中、予選通過を果たせなかった悔しさを次にどう生かしていくのか。次は海の向こうから吉報が届くのを多くのファンは待ち望んでいる。渋野日向子、ダサい。75で予選落ち、顔を上げられず、ギャラリーさんも多くて頑張りたかったけど、国内女子ゴルフ。
悔し涙がにじんだ。予選通過にはバーディーが絶対条件だった17番パー4。4メートルのパットを外した渋野日向子はがっくりと肩を落とし、しばらく顔を上げられなかった。悔しいしかない。初日にいいところにいられたフン、ダサいなと。2020年2月にサントリーと所属契約を結んで以降は出場機会がなく、4年目で初めて迎えたホステス大会。痛めている左手親指付け根の負担を軽くするために急遽、10フィンガーグリップに変えて臨んだ初日は24位。だがこの日は6番、パー3と9番、パー4でダブルボギーなど75と崩れ、カットラインに2打届かなった。昨日よりもギャラリーさんも多くて頑張りたかったけど、いいとこなしでした。申し訳ないです。今季国内初戦だった3週前のブリヂストンレディスに続く予選落ち。次の国内での出場は、11月に茨城で開催される米ツアー、TOTO ジャパンクラシックが見込まれるが、まだ出られる位置、ランキング、じゃない。頑張らないと、止めを見開いた。次は22日開幕の全米女子プロに参戦。メジャーから出直しを図る。吉本ここねがステップ初優勝大須賀望をプレーオフで下す。国内女子株ステップアップツアーの最終ラウンドが終了した。吉本ここねがトータル12アンダー、首位に並んだ大須賀望をプレーオフ1ホール目で下し、ステップ初優勝を完全 V で飾った。吉本は北海道札幌市出身の23歳、渋野日向子、原恵里からと共に2018年のプロテストで合格を果たし、以後はステップを主戦場に戦ってきた。何度も優勝争いを演じながら届かなかった栄冠を、ようやくつかみ取った。敗れたルーキーの大須賀も初優勝がかかっていたが、目前で涙を飲んだ。トータル11アンダー3位にスタイヤーのリリナ。トータル10アンダー4位タイにはアマチュアの稲垣菜々子が入った。5試合連続で決勝ラウンドを戦った32歳、中山美奈はトータル1アンダー31位タイで3日間を終えた。上位成績、優勝、マイナス12、吉本ここね、プレイオフ。2、マイナス12、大須賀望。3、マイナス11、スタイヤーのリリナ。4、マイナス10、稲垣菜々子、アマ。5T9、オキセイラ、ウーチャエン。